せいやくん。その後、リッカ先輩とはどうなんだ？あれ、付き合ってるんじゃなかったのか？早速尻の下に敷かれてるって噂だぜ。おかしいな、俺の中ではそういうことになってんだけど。ここ俺の教室だし。そんなことはいいの。それより私が貸した参考書は？いや、こないだ幸から借りたんだけどさ。もう2週間も貸しっぱなしなんだよ。私だって使うのに。いや、数学の学期末テストで1年の頃の復習問題も出るっていうからさ。明日持ってくるよ。先週も同じこと言ってた。そしてなくしたりしてない？ギク。なんですと？こら、せや。だからね。あ、いや、別に俺は。しばらくゲーセンは禁止だよ。ごめんなさい。それじゃあ先輩、私はちょっとキヨ君を問い詰めてきます。そんな。おのれ、裏切り者め。どんじゃ、失礼します。Thank you.
馬くんと一緒で忙しいですから。せいやくんはいつも一人だし暇そうですから。ほら行きますよせいやくん。木戸崎、さっきのは何なの？もう一度、やらせてください。当然だ。これが完成しなければインターハイでの優勝はありえない。はい。木戸崎、この技は去年の大会でも一度成功していたわね。はい。この意味が分かってるの木戸崎。こんなところでつまずいているようじゃ優勝はおろか入賞も望めないわ。今度は集中してやりなさい。中途半端な気持ちでやるならもう二度とプールへは入れさせないから。私やります。コーチやらせてください。行け木戸崎。ななみ、ななみ、なんだか調子が良くなさそうです。私、ずっとななみのこと見てたから、わかります。いつもと違う。ななみ、なんだか辛そうにしてました。違います、そういうのじゃなくて、あんなななみ初めて見ました。ななみ大丈夫でしょうか。でも痛かったのかな。ななみが心配です。
おはよう。おはよう、厚木。部活やってないくせにいつも早いのね、厚木は。まったく、運動神経いいんだから何かすればいいのに。調子が悪くて練習休んだの。ううん、そっちはもう全然痛くないんだけど。ごめん、またね。違うよ。だって制服で遊んでるとパンツ見えちゃうもん。せいやくん。
まみの応援。玄関に集合です。ちゃんと来てくださいね、せいやくん。はい。あなたたち、あれ、木戸崎、あなたたち、木戸崎はどうしたの？はい、教室にはいなかった。はい、もうカバンもなかったし、てっきり部活に行ってるものだとばっかり。くそ、何をやってるのよあいつは。今が大切な時期だってあれだけ言ったのに、どうしてこんな時に。
花見？最近どうしちゃったんですか？コーチも心配してましたよ。早くプールに戻りましょう。こんなところでサボってるなんて、ナナミらしくないです。私の知ってるナナミはもっと。ごめん、リカ。え？最近調子が出なくて、今はまだ水には入りたくないの。こんな状態で練習してもきっとコーチに叱られる。私自身が納得できる飛び込みはできない。ナナミ、心配かけて悪いけど、今は一人にしてくれないかな。そんな、私は本当にごめんなさい。どうしちゃったんでしょうか。ななみ、それはまだ内緒だよ。また今度教えてあげる。Thank you.
目標を捕獲して。ラジャございませんか？そうですか、よかった。それは…これから言うこと、ちゃんと聞いてくれる？本当？じゃあ、思い切って言っちゃうね。あのね、実は…お兄様、あなたは…王子様なのです。
地中海の孤島にその国土を持つ君主国家ステラ公国、その24代目の王位継承者アル王子にあらせられます。今まで騙していて申し訳ございませんでした。しかし王子の神経を調査するためには仕方のないことだったのです。はい、私はステラ公国からやってまいりました。メルベイユ家の娘にして国家の枢機を担うスズネ・メルベイユと申します。王の勅命を受け、この日本国に王子をお迎えに参上いたしました。いいえ、とんでもございません。今のあなたは単なる厚着聖夜でございます。わざわざドッキリが来るほどの名人ではございませんよ。あ、これはまた失礼いたしましたわ。いきなりあれこれ説明されてもご理解できるはずありませんもんね。混乱なきを聖夜様と呼ばせていただきましょうか。聖夜様はステラ公国という名前の国はご存知かしら。なるほど、知ってらっしゃるなら話が早いですわ。ステラ公国とは、地中海に浮かぶ孤島に建国された小さな国家。500年の歴史を持ち、現在でも君主制を貫く独立国家でございます。そのステラ公国の王位を代々接収するステラ公爵家の一子として生まれたアル・ディエス・ステラ。それがあなたの本当の名前。将来、ステラ公国の王となるお方なのです。ご理解いただけまして？どうしてですの？いえ、人違いではございません。 DNA 鑑定でも完璧に一致しておりましたし、科学的な根拠もございますわ。最高級務官としての仕事は大変厳しく、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、中国語、日本語、韓国語などなど15カ国語が必須ですの。このくらいの日常会話はできて当然ですわ。それにこの服装はステラ公国の兵装、間違っても衣装などではございません。混乱されるのも無理はございません。
コーチが行方不明になったのはわずか弱い3つの時。王子が母様の生まれ故郷であるこの日本国にお忍びで旅行されたのが原因ですもの。さらにその時に不幸にもこの天文坂で災害に巻き込まれてしまい、それ以前の記憶を失ってしまっているのですから。私のお話全く聞いていただけていないようですわね。仕方ございませんわね。では絶対の真実、それを聖夜様にお見せして差し上げますわ。もしもし、スズネです。先日はどうも。あの、セイヤ様のことで。ええ、そうです。それで少しお時間いただけますかしら。ええ、ではよろしくお願いいたしますわ。出れば分かりますわ。あ、もしもし、せいや。どう？元気してるかな？あのね、母さん、聖夜に言っておかなくちゃいけないことがあって。もう鈴音さんから聞いてしまったかもしれないけど。母さんとお父さんも、あなたが大人になったらちゃんと言うつもりだったの。でも、聖夜があまりに可愛いから、なかなか言い出せなくて。あのね、聖夜、私たち本当は親子じゃないの。うん、冗談じゃないの。最後までちゃんと聞いて、聖夜。ずっと昔、私と父さんもあなたが今下宿している天文坂に住んでいたことがあって、大きな台風が町を襲ったの。水位の上がった湖は今にも決壊しそうになって、みんな学校、あの頃はまだ女子校があった丘の上に避難したわ。大勢の人が豪雨の中、学校に向かって歩いていった。
その時ね、一人湖の方へ歩いていく小さな男の子がいたの。周りは避難することで精一杯で、誰もその子には目もくれなかった。でも私たち夫婦はその子を放っておけなかったの。母さんはその時もう子供の産めない体だったから、私と父さんは男の子を抱えてすぐさま学校に避難した。それから間もなく湖は決壊し、天文坂全体が湖の底に沈んだ。台風が町を過ぎて水が引いたのは丘の上の女子校に避難してから3日後。でもその爪痕は大きく、多くの建物は濁流に流され、跡形もなく消えていたわ。多くの人たちが家と家族を失ったの。でも私たちはまだ借家暮らしだったし、その家も流されてしまって天文坂に残る理由はなかったから、そのまま町を出ることにしたの。父さんと母さんと、そして私たちが助けた男の子の3人で。その時の男の子はね、残念ながら必ずしも情報とは万能なものではございません。そもそもコンピューターが役に立つのはインプットされた数値が正しい場合に限ります。失礼な王子でなければぶっ飛ばしておりますわ。今話したことはみんな本当のことなの。だからちゃんと聞いて、セイヤ。あなたが怒るのも無理はないわ。今までセイヤを騙してしまったみたいで、ごめんなさい。こんな話をしても聞いてもらえるかどうかわからないけど、これから先あなたの行く道は決して楽なものではないと思います。でもどんなことがあっても最後はセイヤ、あなたが自分で選びなさい。自分自身が納得いく道を。それでもし自分の運命が受け入れられない時は、いつでも父さんと母さんのところに戻ってきていいのよ。それと
もう一つだけ。父さんも母さんも一度だって聖夜のことを他人と思ったことはない。あなたにたとえどんな過去があったとしても、あなたは私たちの息子聖夜よ。それだけは変わらないわ。それじゃあね、聖夜、体に気をつけて。落ち着いたらまた手紙書くね。背中は見えれど我が背中は見えぬというのは日本のことわざでしたでしょうか。本当の自分のことは案外気がつかないものですわ。ですがこれでテレビジョンのプログラムなどではなく全て真実だということを信じていただけたでしょう。様の言葉を重んじる良い心がけですわ。それはどういうことでしょうか。何を説明しても素直には聞いていただけませんのね。とりあえず今日のところはこれで帰るといたします。次にお会いするときには良いお返事がいただけることを期待しておりますわ。私がそうは参りませんの。では近いうちにお目にかかりましょう。ごきげんよう、聖夜様。いえ、アル王子。
よ、セイヤ、晩飯食いに行こうぜ。どうしたんだ、お前が飯いらないなんて。どっか体調でも悪いのか。え、わ、悪い。私たち本当は親子じゃないの。王子。